こんにちは、奈良岡にこです。しおです。はい、ということで今回はサウナー女子が行くということで、こちら月と太陽ベース熱海にやってまいりました。丸ごと貸別荘ということで、貸し切りで使えちゃうサウナ、しかも2つあるんですって。あんまりない、ウィスキングができちゃうね。ウィスキング仕様のサウナがあったり、温泉も出ちゃう。忙しいですよ今日は。忙しい。本日もたどっていきたいと思います。行ってきます。2024年2月にオープンしたばかり、定員10名、30畳のリビングで広々、シャンデリアにプロジェクター、床暖房も完備。開放的なオープンキッチンに豊富な調理器具がたくさん、ウォーターサーバーや製氷機もあります。グレーを基調としたシックな洗面脱衣所にはアメニティ類も完備、ふかふかのタオルもたくさん、洗濯機まであります。サウナマットにサウナハット、オリジナルロウリュ用のアロマもあります。そしてお風呂の蛇口をひねると温泉が出てきます。高台からの絶景も丸見えです。そしてこの高級シャンプーが嬉しい。サウナは右と左2つあります。まずは左側のサウナ室から、開けた瞬間すぐ目に入るミサの大きなストーブはセルフロウリュ可能。温度は100度前後。向かい合って座れるような作りになっていて、背面には木のぬくもりを感じられる丸太が。小窓を開けて外の空気を取り込みながらサウナに入ることもできます。床は防水仕様になっていて、水かけができちゃうのも最高じゃない。そしてもう一つの右側のサウナ室を見てみましょう。幅の広い座面で寝転べるウィスキング仕様のサウナ室です。もちろんセルフロウリュも可能。温度は90度前後。小窓を開けるとフレッシュエアを取り込むことができます。脱衣所を抜けるとシャワーブースが2つ、外へ進むと水風呂と露天風呂が。もちろんここも温泉。水風呂にはボタンがあって、押すと上からオーバーヘッドシャワーが降ってきます。その横には大きなテーブルとバーベキューグリル、そしてたくさんのインフィニティチェアが。景色は絶景。そして階段を上がると、なんとも美しい、これプールです。サウナーが欲しいものを全部詰め込んだ贅沢すぎる貸別荘です。はい、ということでサウナに入っていきたいと思うんですが、男女一緒でもね入れるサウナとなっておりますということで、サウナの前には水分補給必ずね。乾杯。お水欲しいわ。浄水器があるからね。ありがたいですね。それでは左側のサウナいただきます。はい、サゴーゴーゴー。おー、全然こんな気持ちいいね。わー、いい暑さですね。ご高がさしてますよ、お姉さん。外も見える。バルタがハイウェイかっこいいですよ、うん、そうだからね、寄りかかっても痛くないし、丸みがあってね、うん、直接当たらないからいいですよ。あ、向かい合って食べるのがおしゃべりがね楽しそうですね、うん、6人ぐらいは入れそう、うんね、しかもここだけじゃないっていうね、サウナ室は。そう、それやばいよね。こうしたもんか。そりゃ10人ぐらい行きたいわね。えな、あんま見ないサウナストーン持ってますね。ねえ、すごくないこれ、うん、見たことない。うん、ガッツガッツ、その言い方ね。行きますよ。お願いします。ガッツね、合流して。このオーナーさんのね、もうアロマですから。うわ、早い、熱い。プライベートサウナ、贅沢だよね。サウナね、泊まるのも私たちだけですよ。やばいよね。他のサウナ入れなくなっちゃうんじゃない。確かに。覚えちゃったら、ね、覚えない方がいいよ、皆さんは。覚えないで、来ないでください。でも来てほしくないぐらい、すごいという意味ね。いい匂いだね、やっぱ。ダラダラ。え、どうしたもんか。では水風呂行っちゃいます。行っちゃいましょう。あ、綺麗だな。今日はなんかこの霧がかっててめっちゃ幻想的なんだが。幻想的。リファです。
あなたの大好きなリファ、リファ、リファカラット。おお。今日はなんかお天気がまあ悪いって言われてたんだけど、あのこれやばいよ今。幻想的。サイレントヒル状態。え？あ、こういうことか。部屋につながるのか。そうですよ。すごい。やば。ちなみにこれも水風呂なんですって。え、じゃあここで入ってもいいのか。私なんかこっちの方が、うん、あの外気に触れてる、うんうん、からよくこっちの方が冷たいらしい。めっちゃ最高だ。やばい。いい雰囲気側の寝れちゃうサウナいただきます。うつ伏せから配信します。リスキングをするために作りました。あ、じゃあ素晴らしい。本日使うアロマはアルテミスの薬草店。体中の力を抜いてリラックスしていきましょう。フォーク通した側はこの別荘の温泉で戻してます。では次は仰向けになります。香りがいい。仰向けの時に使う香りはハルク。森の中を歩くというイメージでブレンドされたアロマを使っていきます。またでも小鹿です今。あ、さ、シャワーは？もうそのままかけ流して大丈夫。申し訳ない。赤ちゃんのためだけで。プライベートだ。そしてお部屋の紹介です。階段で2階へ上がると寝室が5部屋あります。最大で10名泊まれるスペースになっていて、各部屋に鍵もついています。テテラのガウンがあるのも嬉しいポイント。
そしてサ飯はバーベキューと行きたかったんですが、あいにくのお天気だったので室内でご飯を食べたんですが、調理器具が揃いまくってるので充実すぎるサ飯タイムでした。オープンキッチンになってるので、おしゃべりしながらお料理して食べて飲んで、もうたまりません。そしてお酒を飲んだ後だったので、夜は温冷交代浴で楽しみました。隣同士に水風呂と温泉があるこのね作り最高。日中もいいけど夜は夜で雰囲気がガラッと変わってめちゃくちゃいいです。熱海の高台から見下ろす夜景も素敵で、晴れてれば星空もすんごいみたいです。そんなこんなでお酒も進むし、もうやることが多くて、もう何この贅沢な悩み。はい、ということで、いやレベチのレベチの貸別荘でしたね。温泉だからやばいよね。サウナだけじゃないし、あとまあ10人ぐらいまでね泊まれるから、これはもうギリギリ10人詰め込んでサウナ合宿ね、はい、次、うん、サウナマスターを連れてやることを強くお勧めします。ぜひ。はい、ということで、さよならさよならさよならキメクー